はじめまして、DJ りなです。DJ 機材を購入したけど、使い方がわからない、DJ ミックスの方法がわからないなどの理由で、お困りの皆さんのために、DJ ソフトの設定から簡単な DJ ミックスができるようになるまでをまとめた、DJ 初心者攻略ガイドをご用意しました。この動画では、DJ ソフトのダウンロードから初期設定をご紹介します。レコードボックスをダウンロードするには、まずレコードボックス .com から無料のインストール用ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了したらファイルを回答し、インストールファイルをダブルクリックします。インストーラーの手順に従ってインストールを進めます。インストールが完了したら、レコードボックスを起動します。パイオニア DJ アカウントをお持ちでない方は、アカウント作成をクリックしてアカウントを作成します。必要情報を入力して、利用条件に同意して、ジョインパイオニア DJ をクリックします。すると、登録したメールアドレスに確認メールが届くので、メールを開き、コンフィルム E メールアドレスをクリックすれば登録完了です。再びレコードボックスを起動してメールアドレスとパスワードを入力するとログインできます。初回ログイン時のみアンケートの画面が表示されます。英語文章にカーソルを合わせると画面下部に日本語訳が表示されるので、ぜひアンケートの回答にご協力ください。次にレコードボックスのライブラリの設定とプランを選択します。今回ダウンロードしたレコードボックスバージョン6よりも以前のバージョンを使用されていた方は、ライブラリの変換が必要です。バージョン5をお使いになっていた方は、スタートをクリックしてください。バージョン6からお使いの方は、ライブラリが空の状態で使用するをクリックしてください。サブスクリプションのプランを選択します。NEXT をクリックして次に進んでいきます。パイオニア DJ のコントローラーを使いの方は、サブスクリプションに契約しなくても問題なく DJ プレイができるので、ここでは先に進みたい方はこちらをクリックします。これで初期設定は完了です。